皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回はですね、はるばる鹿児島県から、ビーレジェンドはこういつもお世話になっておりますヒゲ先生こと浅見先生にお越しいただきました。ボディービルで勝てる体、ボディービルに限らずフィジークでもですけど、競技で勝てる体の作り方ということで非常に貴重になるお話もいただきましたけども、今回はその体を作っていくにあたって、切っても切り離せないマシンについて浅見先生からお話を伺おうと思います。マシンというとね、今はこう設備がすごい揃ったジムもたくさんありまして、いろんなメーカーのマシンが置いてあります。目にすることができます。それこそこうウエイトにねピンを刺す、皆さんが想像するようなマシンもあれば、こうウエイトにねこうプレートを刺して使うようなマシンもあったりとかですね、同じ形に見えても実はメーカーが違ったり、若干動きの軌道が変わったり、そういういろんな違いがある中で、浅見先生が考える体を作っていくのにいいマシンはどういうものなのか、で逆にこういうマシンは避けた方がいいよ、そういうのはあるのかというところについてですね、アドバイスをいただきたいと思います。それでは浅見先生よろしくお願いします。では早速なんですけども、浅見先生は長いキャリアの中でそれこそ往年の名機と言われるようなマシンから最新のマシンに至るので、さまざまなマシンにこう触れてこられたと思うんですけども、そんなさまざまなマシンがある中で、じゃあ体を作っていくのにいいマシンに見られるこう共通点って何かあったりしますか？まず一つは触ってみたい、車と同じだと思いますね。ただ動かせばいいっていうの、そういう考えの方も人もいるでしょう。でもベンチ台一つ、アジャスタブルベンチ台一つ、あるいは腹筋台一つ、それも一つのマシンだと、イクイプメントだと思いますが、例えばラットマシンを取ってみても、なるほど、いわゆる上から引いてみたいな、そして引いた時にいわゆるこう安心感のあるスムーズさ、ぐらつきのなさ、やっぱりそういうものがやっぱりこう大事だと思いますね。やっぱりまずはやはりデザイン、なるほど、そして安定性で、もちろんもうスムーズさはもう当たり前のことだと思います。やはり座ってみたい、触ってみたい、もうそれがなければ僕は全く魅力を感じない。なるほどですね、車と同じというふうに先生おっしゃいましたけども、見てるだけで、あ、もうこれジムに行って使ってみたいなとか、実際に行って見てみたいと思うようなやっぱりデザインもないといけないし、で逆にその見かけだけでもいけないので、やっぱりマシンとしての実用性、堅牢さか、ある程度こう雑な使い方をしてもびくともしないような頑丈さとか、ウェイトのスムーズに動くような品質、そういうところがもうしっかり合わさっているのがいいマシンと、ね、あともう一つはあれもこれもできるものは、やはりトレーニングと同じですね。なぜ胸だけをするか、それは胸に集中できるからなんですね。そして腕をした後胸をする、普通はしないでしょう。でも多くの人たちはアームカールをした後ベンチプレスをしたりします。あるいは腹筋を合間に取り入れてすぐまた懸垂に戻ったりします。でも筋肉の形を変える時っていうのは胸は胸しかしない、あるいは大筋肉の間に小筋肉は入れない。トレーニングと同じように人間の体っていうのはそんなに器用なもんじゃない、マシンも全く同じだと思います。これもできるあれもできるマシンっていうのは集中できない、それではそれほど効かないマシンだと思います。ですから上から引くんだったら上から引くだけのマシン、あるいはローイングの動作だったらある方向からしっかり引けるマシンっていうのが、たかがローイング、たかがラットマシンでもそこが僕は大事かなと思っています。なるほどですね、特に今いろんな業者さんが出てきている中でオールインワンラックなんかよく、はい、出てますよね。それこそこうパーソナルトレーニングを始めたい方がよく導入されるような、本当に1台で何でもできちゃうような、マシンもあったりしますけども、確かにそういうのも使い勝手がよくは見えるんですけども、やはりその特定の用途に
こう特化して集中して作られてきたマシンにはやはり劣ってしまう、はい、ということですね。小スペースというだけだと思いますね、はい、まあ、けれどもまあそれはそれで本当にこう入門としてとてもありがたいことだと思います。何か変だなと思ってもらえるだけでも気づく人がいたらいいかなと思っています。ただ僕は理想としてたとえパーソナルの人でもスミスマシン、そしてスクワット、そしてラットマシン、あるいは胸系腕系のマシン、やはり5台6台はパーソナルでも揃えてほしい。なぜかというと全く役割が違うからなんですね。なるほどですね。それを一つにまとめるっていうのはやはり何かに手抜きがある、うん、と自分はマシンメーカーの人は怒るかもしれませんけど思っております。なるほどですね、はい、やはりその体を鍛える、特定の筋肉を鍛えるということにおいてはやはりこうその目的に特化した、例えばまあ胸であればまっすぐ押す軌道に特化したマシンですとか、逆にまっすぐ押すにしてもこうちょっと絞り込んでいくような軌道に特化したマシンとか、インクライン、デクライン、まあいろいろある中でやっぱりそういう特定の用途に特化したマシンをやっぱりそれぞれ揃えてあるところでやっぱりその目的に応じたマシンでトレーニングをしていただくというのがやはりこう効率よく体を変えていく近道になってくるということですね、はい、そしてその方が教える側あるいは学ぶ側も分かりやすいと思います、はい、なぜマシンなんだ、フリーウェイトっていうのは効果的なのは当たり前のことなんですけれども、やはりフリーウェイトをうまく使えない人も多いわけです。あるいは痛みがあってやはりうまく重量を扱えない、そしてどうしても動きに癖があってそのターゲットとしたものに鍛えどうしてもまあウェイトを乗っけられない、だからマシンが出てくるわけですね。ですからそのために特化したマシンであるべきなのに、全部のパートができるマシンでは全然そのマシンの効果が半減されてしまいますので、ですからマシンっていうのは大胸筋の内側だけでいい、はい、大胸筋の上側だけでいい、もうまさにそれだけで効けばいいわけですね。浅見先生の今の、ね、言葉を聞くと本当におっしゃる通りなんですけども、やはりフリーウェイトにもフリーウェイトの良さがあって、ただやっぱりそのフリーウェイトだけでは補いきれないフリーウェイトならではの欠点がやっぱりあったりするわけですよね。やっぱり軌道が自由に決めれるがためになかなかこう決まった軌道で特定の軌道でトレーニングすることが難しいという場合もあったりですとか、こうバランスを取るために必然的にいろんな筋肉を使うので多くの筋肉を一度に鍛えられるという利点がありますけども、それは裏を返すと特定の筋肉になかなか刺激を集中させにくいということにもなってくるので、それを補うためにこうマシンがあるのに、じゃあそのマシンが何でもできます、いろいろできますだと、まあ言い方は悪いですけどフリーウェイトの劣化版みたいな感じになってしまうので、やはりマシンはマシンでこの筋肉のこの部位この動きというのにやっぱり特化したマシンを使っていくというのが理想になってくる、ね、そうですね。そしてそれを学習させてくれる、いわゆる設計者の哲学を持っているマシンっていうのはやはり長く使ってて楽しいマシンだと思います、はい、まあやはりあるメーカーが作ってる、あるメーカーが売れてるからっていうことで、ただのコピーをしたマシン、まあ、もちろんそれもありなんですけれども普及版として、はい、けれどもそこに哲学を感じられない、例えば微妙なオリジナルな部分っていうのはここは強度が必要だ、ここはいらない、そしてここは入っていくときにも邪魔にならない、いや邪魔になってもいい、いろんなそのオリジナルの設計者の哲学があるんですね。ですからそこを感じさせるマシンっていうのは僕は感動しますね。なるほどですね。やっぱりコピーはコピーで、はい、もちろんコピーの方が良くなることもあるんですけども、はい、ただマシンっていうのはあくまでフリーウェイトの、まあ、補助ではないんです。やっぱりマシンでないと鍛えられないパーツがあるので鍛えられないこともありますから、マシンは堅牢であってそして的確に効いてやはり強度が高いトレーニングができる、そしてフリーウェイトにフィードバックしていける、まあ、こういうものがいいマシンかなと自分は思ってますね。なるほどですね。
まあ、特に今いろんな業者さんが出てきているので、それこそこう一流メーカーのコピー品のようなマシンも、まあ、たくさん出てきているんですけども、まあ、体と同じで作った人の魂が現れるというか、やっぱりそういうのがやっぱりマシンにもあるということですね。必ずありますね。もちろんアメリカ製が全てがいいわけではなくて、やはりここまで大きくしなくてもいいだろうとっていう部分があったりするんですね。けれどもなぜそのここまで大きくしないといけなかったかっていう理由もトレーニングをしていく上で結構感じたりするわけです。例えば、まあ、日本人の場合は、まあ、多くの人は160センチから180センチぐらいまでだろうと。で体重も、まあ、せいぜい巨大であっても100キロだろうと、まあ、やはりあの大陸に行って仕事をしたりトレーニングにジムをしたりすると200キロとか2メートルとかあるいは140センチの小柄な人とか、もうとてもなんていうか誤差ではない、多種多様な、そしていろんな種目あのスポーツ選手がガンガンやっても壊れない、傾かないって言って、どういうものが必要かということで生まれたのがああいう大きさになってるわけです。そしてあの重さになってるわけですね。ですからやはりそのところをやはり感じるのもマシンの面白さだと思います。文化を、あの歴史をやっぱり感じることができる。なるほど、はい、そういうこうこのマシンがどういう経緯で生まれたのか、なぜここまで大きくならないといけないんだと。でもやはりそれなりに歴史があるものは残るわけですから。でもそれはなぜかと言いますと、ボディービルを楽しんでる人たちの裾野が広いからなんですね。そして歴史があるから、その中でいや自分だったらもっと面白いこの軌道をマシンとして作れるだろうというマニアが必ず出てくるんですね。ですから日本のメーカーもポツポツは出てきてますけれども、まあ、やはりまだまだ裾野、歴史がでも必ずこれが続いていけばもう面白いマシンを作ってくれる、そしてワクワクするような効かす方をしてくれるマシンというのは必ずできてくると思いますね。やはり先ほど言いましたように文化なんですね。まあ、マシンというとやっぱりどうしてもアメリカ製というのを思い浮かべるんですけども、日本のメーカーさんでもね、いいマシンを作っているメーカーさんたくさんいらっしゃいますよね。弊社で運営しているあのウェブズというジムにも導入されてますけども、タンレンさんのマシンなんかはそういう哲学を非常に強く感じるマシンですよね。作り手の思いとか哲学がしっかり表れているようなマシンはやっぱり総じていいマシンである可能性が高いということですね。はい、まあ、そしてトレーニングを長く続けていけばこのマシンやっぱりいいよっていうのはやはりそのマシン製作者のものは感じ取れるんですね。でそうでないものはやはり、まあ、鉄くずになっていくわけです、はい、まあ、だからそこのところがやはり味わっていけるっていうのは、まあ、マシントレーニングの面白さだと思いますね。